<laughs> そうだよねわかるわかるうんえ <laughs> 隠してる隠してるえー、だって前もそうやって振られたからさあんまいい思い出ないんだもん <laughs> そうそうそう,そうひどいんだよあいつなんえ待って語っていった <laughs> 待って帰ってきたかもごめん一回切るね ちなんで今日って4校まであっあっおおかえりーあーええっとそのあのえっとはいすいませんタバコ吸ってましたはい君のやつです 幻滅したあとりあえず中まあそう寒いよね開けっぱなしごめんごめんでえっと何の話からですかねはいいつから吸ってたかですかあのえっと 君とお付き合いを始める前から一応喫煙者でしていやあの禁煙しようと頑張ったこともあったんだよただそのやっぱりちょっとニコチンが切れますとあのイライラしてしまうと言いますか何と言いますかあああの君のタバコをこっそり拝借してました違うタバコだとさ匂いで気になったりバレたりするかな 同タバコだったらワンチャンバレないんじゃないかななどと思いましてごめん隠しててえなんで笑ってえ,え喫煙者嫌いじゃないのいやなんかこう 女がタバコ吸ってるのなんてちょっとみたいなふうに思われたら嫌だなって思って隠してたから拍子抜けしたというかなんというかあそうなんだえ知ってたのなんでいつ初めて会った時えっと大学のサークルの飲み会で挨拶したのが最初じゃない 違ったっけもっと前いつ学校近くの喫煙所コンビニのとこ見られてたんだそっか <laughs> そうなんだいやなんか手入るじゃんこう タバコ吸ってる姿に惚れましたとか面と向かって言われたらさああ、そうだったんだもうそうだったんだ言ってよなんで言ってくれなかったの禁煙しようとしてるのかと思っちゃっていやにしてもさあでも隠してた私が悪いなんだ無駄だったんじゃんここ1年ぐらいの苦労は <laughs> <laughs> ああ本当に私バカだねうんいやそのまあ確かにねタバコ吸う人を嫌って聞けばよかったんだけどさ前に付き合ってた彼がねそのそういうタイプの人でタバコ吸おうとした時に「えやめなよ」みたいな。 結構ドン引きされたのがトラウマじゃないけど嫌だなって思っててだからこう大好きな君にそんな反応されたらさちょっと立ち直れないなって思っちゃってでもちゃんと確認したらよかった大体いい元彼と君は別人だもんね同じように考えたら失礼だよねごめんううん大丈夫 君が謝ることなんて一つもないでしょ <laughs> 我慢させた分あ,あ同じ喫煙者だからねタバコ吸えない苦しみは分かります的なあれ <laughs> じゃあもう隠すのはやめます君の前でもタバコ吸うようにするうん,んああ吸ってる銘柄ね結構バラバラなんだよね その時付き合ってる人とか好きな、まあ、推しとかに合わせたりそうそうそう何でもするタイプうんーなんかさこう好きな人とか推してる人と同じ香りって嬉しいし安心感ないん元彼ともそうだったのああまあそういう人もいたかな 君と付き合う前の彼はタバコ嫌いだったからそもそも吸わなかったけどうんなんか気になったえ嫉妬 <laughs> なんでなんでだってもう別れた過去の人だよ <laughs> そういうの憧れてたの <laughs> かわいいねそうなのそっかそっか。 じゃあ私も君と同じの吸うね無理とかじゃないよもともと何でもいいし最近ずっと君の頂戴してたからこれで慣れちゃったし同じ香りがするの安心するしね <laughs> お揃いのタバコ吸おううんじゃあ買ってくるタバコあと一箱しか残ってなかったの 君も持ってるうんじゃあ買い物行こう近くのコンビニで一緒うんついでになんかフライヤー買ってきてお酒買ってきてお家でダラダラしよう <laughs> そうお酒の場でタバコ最近ずっとできてなかったから <laughs> 喫煙者同士で付き合ってる特権じゃん家でタバコが吸える酒が飲めるって <laughs> 大大好好きききなな君と、とこができる。嬉しいね。<laughs> なんかさっき嫉妬してくれたのが嬉しくて伝えたくなっちゃった嫌だった嫌じゃなかったならいいじゃあ私外出る準備してくるからまあ君今帰ってきたとこだし出れるよね、うん、ちょっとだけ待っててうん よしお待たせーじゃあ行こっかはいああとでリカ子に連絡しなきゃすごい電話の切り方しちゃったからああ何でもない今行く